ついに来ました。あのフロムのくっそ面白い最新作、エルデンリングの情報よ。いやー、この時をどれだけ待ちわびたことか。サマーゲームフェスタでトレーラーが発表された時、世界中のフロムファンの兄貴たちが喜びのあまり漏らしたね。これはもう漏らさざるを得ない。で、トレーラーがまたかっこいいよ。飛び散る血しぶき、イカれるドラゴン、ダークファンタジーのど真ん中を貫くような世界観よ。いやー、たまらんなー。さて、そんなこの3分間のトレーラー、雰囲気だけはめっちゃ伝わる。もうやばい、見てるだけで毛穴という毛穴から深淵が漏れ出します。まあ、それはいいよ。でもじゃあ実際どんなストーリーなんってなるとちょっとよくわからへんのよね。ナレーションはいちいち意味深にして意味不明。なんかみんな必死に殺し合ってるなーってことだけはわかるけれど、それ以上のことはわからない。まあ相変わらずのフロムっすね。でもあのトレーラー、よく見てみると、実は結構いろんなネタが仕込まれています。暗号みたいで結構面白いんよ。例えばね、ここ、とある騎士が雑魚相手に無双するシーン、切り払いながら後ろにバク転するっていうなかなかアクロバティックな技。かっこいいけどこの動き、実はこれね、ダクソに登場した老老の大極拳、狼騎士アルトリウスの剣技でした。深淵歩きのアルトリウス、闇の王に立ち向かい、志半ばで力尽きたにもかかわらず、助けた狼シフによって伝説として伝えられた英雄だ。そんな奴の剣技がなぜかこの世界にまで伝わっているようです。嘘やろって感じはするけれど、締めのポーズまでまんまアルトリウスしています。しかもアルトリウスは狼と深い関係にあるんだけれど、実際トレーラーの次のシーンでは狼の遠吠えが入ってるんだよね。いやー、なかなか不思議っすね。これ間違いなくアルトリウスとシフ意識してますよねっていうね。どう見ても王者なんだよな。戦ってるのはさっきも言ったけれどアルトリウスだよね。これ青いシンボルカラーもバッチリ。ちょっと待って、この目隠しにこのモーション、これあれやん、あのデモンズの古い勇士やん。いや、そうやわ、絶対これ。はあ、これはなんか伝説の世界ですね。そんな感じでエルデンリングのトレーラーにはこれでもかといろんな小ネタが詰まっています。分かる人には分かるファンサービスってやつやな。いやー、相変わらずの変態ですわ。まあ、パッと眺めただけでも無数に過去作のネタが見つかります。すごいよ。せっかくなんでね、そういった過去作由来の小ネタをいろいろ紹介していきます。合ってるかどうかは置いといて、楽しめるもんは楽しんでいこうや。最後、エルデンリングの世界観を描くはフロムシリーズの宮崎ディレクターとゲームオブスローンの原作者ジョージ・マーティンさん、この2名だ。世界観もかなり特殊。プレイヤーが介入する舞台を宮崎さんが想像し、それ以前の神話の時代をマーティンさんが担当しているそうだ。つまりプレイヤーはフロムの世界観越しにマーティンさんの神話を観測することになるらしい。言ってみれば2つの異なる時代、世界観が折り重なったのがエルデンリングの舞台だ。もうこの時点で面白そうやんけ。さて、この世界、開幕早々から宇宙の法則が乱れているようです。何でも黄金樹の根源、エルデンリングが砕かれたからおかしなことになったそうだ。時空の乱れはフロムあるある。主人公はそんな砕かれたエルデンリングを探し求める汗人だそうだ。また変わった名前やな。さて、そんな黄金樹らしきものがトレーラーでは何度も繰り返し登場します。それがこれ、黄色い幻影の胎児だ。一体これは何なのか。ダクソシリーズにおいて胎児といえばまさに世界そのものを意味する記号だ。あの世界は巨大な木のうろの中にある。もしかするとあそこで見えている黄色い幻の胎児はマーティンさんの作った神話世界を意味しているのかもしれない。さて、そんなエルデンリングの世界、基本的には廃墟だけれど、たまに見覚えがあるような場所も混じっています。例えばここ、なんか荒れ果てた廃墟だけれど、なんとなくここヤーナムの街並みに見えるんだよね。屋根の作りがまさにそれ。あと、ダクソ2のマデューラっぽいところもあります。夕焼け空と目の前に広がる海。ついでに言えば重要そうなこの人、何やらダクソ2に登場した緑衣の巡礼者のようにも見える。いやー、早く探索したいですねこの世界。しかもね、今作は馬を召喚できるそうです。いやー、これはね、確信ですよ。馬に乗って戦闘できるってのは、まあ、てのもフロムシリーズは代々馬の扱いがめっちゃ広かったからね。大体まあ死んでるし、動いてる馬おったーって思ったら大体やっぱり死んでたっていうね、そういうパターンが多いです。まあ、生きてるんかちょっと何とも言えへんけれど、少なくとも元気そうな馬に乗れるようです。2人の巨人が重そうな何かを運んでいます。アークっていうか、もしくは棺か、そんな感じですね。で、これはすごいマニアックなネタやねんけれど、この画面移り変わった瞬間ピアノの音が鳴るやん。このイントロさ、あのダクソ初代のラスボス、ウィン戦の BGM の冒頭っぽいんだよね。気のせいかもしれへんけれど、唐突なピアノの音、なんか引っかかるんだよな。また変なやつおるね。ムカデというか骸骨みたいなおかしなやつが現れます。これさ、ブラボの花ムカデとかヤーグルの死体箱っぽいんだよね、このモーション。だからもしかしたらこれブラボみたく神の墓、すなわち遺跡あさりを暗示してるのかもしれないね。やたら強そうなやつ、頭に無数の角が生えてますね。なんかこうダクソの流体化っぽいんだよな、ブルーというかね。で、またこいつがさ、黄色いよくわからんハンマーを召喚するんだけれど、これ前回のトレーラーに登場したこのハンマーだよね。うん、だから多分これ鍛冶師なんじゃないかなこいつ。あと、それに対応するかのように主人公は青い剣を召喚するわけなんだけれど、これソウルの体験っぽいよね。若干色青いけど、はい、このシーン完全にかかれ火です。ここで休憩できるんでしょうか。マルチ要素があるんだね。で、召喚できるこの青レ、これはデモンソウルの青ファントムに近いな。さあ、次のネタからちょっとヤバくなってきます。このシーンの BGM よく聞いて、デモンズソウルプレイしたことある人ならわかるかもしれない。これさ、よく聞くと聞き覚えあるメロディーなんだよね。はい、このシーン
デモンズソウルのオープニングの BGM でした。世界線どうなってるんですか、フロムさん。混じってるっていうな。まさかのデモンズソウルのなんか流れが組み込まれてるようですね。でしかもなんかこの貫いてるお嬢さん、これ貫きの騎士でしょうか。モーションやらエフェクトがちょっと似てますね。このやたらすごい竜、こいつさ、なんか骨格が妙にダクス3の右竜に似てるんだよね。闇ぐらいの右竜。しかも面白いことに太陽の槍を使うんよ。まあ、槍というより杭やけれど、でもこのエフェクトだけは間違いない。数ある雷の表現の中でもこの赤みがかった雷はグインの太陽の光の槍しかないんだよね。要はダクスシリーズの原点にして元凶であるラスボスの技をこの古竜が放ってきます。かけてもいい。明らかになんか意味あるやろこれ。一応補足やけれど、ダークソウルでは遥か昔古竜たちが跋扈してた時代がありました。でも大王グインらが古竜たちを駆逐して自分たちの時代を作ったそうな。でその竜狩りに大王グインが用いたのが太陽の光の槍だったんだよね。だからなんか竜が雷の槍使ってる時点でいろいろとおかしいね。このシーン気になるな。剣を使って立ち上がる獣がいます。まあ、若干ブラボのルドウィークを彷彿させるシーンだな。でもこいつにはもう一人混じってるようです。横投げからの空中攻撃、それからの回転攻撃、この獣地味な戦い方、なんか強烈な騎士感があるんだよね。これゲール爺さんの戦い方なんだよな。多分 DNA 混じってるよね、ゲルジーさんの。ねえ、絵画世界のお嬢さんに居場所を作ってもらったんでしょうか。仮面をかぶった大男、手に持ってるのはエクスキューショナーソードのような何か。処刑人の体験だ。そしてあの鉄仮面はどこかダクソ2の罪人を思わせる。そしてスモだあのロンドのグイネビアの守り手、今やあのロン捨てて頭に王の器乗っけて遊んでます。なんて言うんやろな、この辺からフロムもう隠す気なくなってますね。ちなみに海外でもこのシーン、あのスモやんけってアホほど盛り上がってます。ここはデモンズの塔のラトリアか、あるいはブラッドボーンのメンシスの悪夢か、そして青い光をまとった主人公の一撃、これダークソウルさんの戦技なんですよね。和の騎士たちの槍、その戦技、いやーイメチェンしたね。火が消えた後でも彼らのくすぶる炎は消えていなかったようです。まだまだあるぞ。ソウルの本流、極太ビームで敵を投げ払う姿はまさに大賢者。アンディールの遺産はここにあり。エクスペクトパトローナム、空中散歩の謎の鹿、あれは聖職者の獣か、あるいはミルウッドの戦士か。青緑の光は月光の光、シースの流れを組んでいる。椅子に座る乙女と彼女を守る騎士、この二人はなんかカリムの聖女と騎士を思わせるね。二人の関係も気になるけれど、それより背後の絵画が人目を引く。冠をかぶった王らしき男が剣を持って佇んでいる。奇妙なことにあのポーズには見覚えがある。そうダークソウル、そのラスボスであるグインを思わせるんよ。最後に紹介するのはこいつ、手がめっちゃある斧使いのおっちゃんよ。いやーかっこいいね。これは最初のトレーラーにも出てきた人です。汗びと風情が言うてますけれど、気になる点が一つある。このシーン変なところがあるからよく見て。わかったかな。顎にトゲの生えた竜を撫でてるんだけれど、その指の数6本なんだよね。6本指かつ複数の腕を持つ化け物といったらアメンドーズだけれど、もう一ついます。ドラゴン界を見てくれた人は気づいたと思うけれど、竜の神、そして鈍色ドラゴンなんだよ。こいつらも指の数が6本という特殊な属性を持っています。で面白いのがここから、この鈍色ドラゴンさ、尻尾切ったらとある特別なアイテムを落とすんだよね。それがこれ、竜王の大斧。大きく構えた後地面をぶったたいて衝撃波を放つ神の武器を。あれそういえばこいつも大斧持って地面ぶったたいてるくね。あー竜王やんけいやいや待てよと、小ネタというかここまで来たら過去作品の無念組のオールスターやんけっていうな。どうも予想以上に根が深い。さてそんなトレーラーの最初と最後に特徴的なピアノの音が入ります。これやっぱりグイン戦のフレーズなんじゃないかな。なぜか真ん中の1音だけすっぽり抜けちゃってるけどね。デモンズのオープニングが混じってたぐらいやから、ダクソが混じっててもおかしくないよな。もしかするとまだ未練に囚われている誰かがいるのかもしれませんね。さてそんなエルデンリングの硯を見て一つ思ったことがあります。これアナグラムなんじゃね。というのもエルデンリングのエルデン、これにはスウェーデン語で火という意味があります。そんなエルデンから左を意味する L、 そしてリングから右を意味する R を抜きます。するとこんな綴りになります。少し入れ替えるとエンディングになるんだよね。言い換えるならば最終章よ。まあ、結構無理やりかと思いきや、こんだけ過去作のものが登場してたらなんかそれなりに意味あるんじゃないのって思っちゃうんだよな。どう思う？我ら全ての我らとは一体誰のことだったのか。はい、いかがでしょうか。信じるも信じないもあなた次第。ただのヨタ話には過ぎないが、それでもいろいろ考える余地を残すトレーラーを作るなんてやっぱりフロムは粋だぜ。いやもう神ゲー間違いない。エルデンリングとりあえず買うべし。というわけで以上、ナルニーでした。じゃあね。